皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、大変ですよ。昨日の夜配信しましたクラーケンが放たれた、これが一時期非公開にもしていたりしたんですけれども、今はもう完全に非公開にしました。再生回数が1227、コメントが16、いいねボタンが413という新記録、バッドボタンも14という新記録。もちろん1万回を超えたのが初めてです。私のチャンネルの動画っておそらく1000を超えてるのあったんだろうか。あったかもしれないね。DF か何かを語ってるのもしかしたら1000を超えてるかもしれないけども、だいたい300とかそのぐらいじゃないでしょうかね。あんまり意識して見たことないのでわかんないけど、そんな1万回なんかいかないんですよ。ですからビビってしまいました。朝かな、非公開にして、それで昼頃かな、そしてまた、公開にしたところ、1万超えましたからやばいということで非公開にさせていただきました。もう心臓が止まりそうですよ。そんな400人からいいねをもらったらどうすればいいんですか。政治ブログにしろっていうことですか、このチャンネルを。一応ここは小さいけれども密度の濃いカメラ、フォトグラフィー、写真、まあそういう皆さん方との交流の場として、作っています。ですから、政治についてはちょっと過激なので、まあ大統領選については昨日含めて3回話したのかな、そのぐらいしか話してません。もともとはビートルズの話とかしてたんですけども、写真家の話もしてましたよね。1週間に1回ね。今日はどの写真家の話をしようかなとかね、考えてやってたんですけれども、それも最近はしておりません。とにかく、退職するのが3月ですから、それまではなんとかできれば1週間に6回ぐらいは上げさせていただいて、本格的には4月からというつもりでいました。それだけにね、ビビってます。こんな1万回再生とかね、私YouTuber でございませんので、ちょっとビビっております。ちょっと写真を見ていただきましょう。まずこちらです。撮影したのはもう何年前だかわからない、5年ぐらい前かな。場所はコペンハーゲンですね。これね、コペンハーゲンで撮影しています。で、私はね、これ本当は撮りたかったのは右側見てください。カップルが、キスをするとこなんですけれども、これを撮りたかったんですけれども、まあさすがにそれはできませんよね。で、これを画面の中に小さく入れるぐらいなら許されるだろうということで、構成してみました。いわゆるこの写真の中で主役は何かっていうのがはっきりしてない。右側のカップルが気になりつつも、この左側のおしゃれな建物を撮りたい、この道路を撮りたいっていう気持ちがあるもんですから、作品のポイントがしっかりしていない、これがね、ちょっと失敗でしたね。で、2枚目見てみましょう。コペンハーゲンはタバコだらけですね。ゴミがたくさん落ちてます。まあ、日本のように綺麗な国はないですね。で、これは足元を見た時に面白い素材があれば集める、撮って歩くっていうのは私の一つの基本姿勢なんです。それで撮ったものですね。右側に黒く影がありますけれども、それが私になります。あまり綺麗ないい写真ではないですね。でもこういう下を見て撮るっていうことはね、常にそれから続けております。潰れた空き缶とかね、そういったものをばっかり撮ってた時代もあるんですよ。面白いですよね、そういうのもね。まあ、まともな作品と言えるのはこれですね。自転車を撮影します。そして奥がボケていく。で、雨の感じ。雨が降ってる日っていうのは、
全体的に暗いトーンになり、コントラストも弱くて柔らかい感じ、何かこうね、そのトーンがねすごく素敵なんですよね。心に迫ってくるものがあったりします。そういう世界観がね、雨の日にはあります。自転車の感じもね、日本とデンマークでは違います。そもそもデンマークの皆さん方は自転車で通勤通学をすることが多くて、自転車道が整備されています。地下鉄に乗るとびっくりしますよ。自転車を積み込めるんですよ。犬もいますよ。日本では考えられませんけども、ワンちゃんとか自転車がね、たくさん地下鉄に乗っています。日本では無理だと思うけども、自転車をね列車の中に詰め込めれたら、いろんなところに行って自転車でね楽しむことができますよね。そんな発想もね、もしかしたらあっても楽しいかなと思ったりはしますね。で、この作品が気に入ってるのはまず一つ構図なんです。これも16対9に、トリミングしてます。それからこのアンバー系赤系の色彩、特にテールランプっていうの、このランプの赤を若干強調して、奥行きなだらかにボケていく感じを出しています。確か XT2 で撮影したものだと思います。今日は本当にびっくりしました。このチャンネルは始めた頃は毎週日曜日がビートルズコーナー、それから1週間に1回ぐらいは写真家の紹介をしてましたね、確かね。だからいつも迷ってたんですよ。今週はどの写真家を紹介しようかなとかね、どんなネタで行こうかなとかね、そんなこと考えて作ってた記憶がありますね。もっと、初心に戻ってしっかりしたコンセプトで発信していかなければならないかもしれません。はい、ということで雨の日の写真は結構面白いですよってね、いうことで、お話をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。